One more teacher. One more teacher. たまたま、去年の12月に早期退職してで、ずっと前から結構英語は勉強しようかなって思ってて、で、まあ、ちょうど退職して次の仕事を見つける間に今までずっとやろうと思ってたその英語の勉強、やるいいチャンスかなと思って、ちょっと思い切って短期間だけどちょっと留学してみようかなと思って、はい、まあ、決めたっていう感じ。だから日本にいる時も英語の勉強しようかなと思ったけど、なかなかなんかきっかけ作りができなかったから、まあ思い切って飛び出してきちゃうと、もう、ね、集中して勉強できる環境あるから、だったらまあ今だったら時間があるから、じゃあもう思い切って飛び出しちゃう。不安な点だったのがやっぱり大学卒業してからもう25年ぶりぐらいでちょっと英語の勉強をしたんだけど、まあマンツーマンの授業は結構多いんで、まあ、分かんないことは何でも質問できるし、まあ、それも本当なんか久々になんか英語の勉強し始めたんだけど、なんか一からなんかステップアップをなんか少しずつできるし、なんかそれなんか実感できたんで、まあ、それ結構大きな収穫だったかなって。I usually, before, I usually comma. Put comma before, because? Yes. Yeah. But now? Yeah, because here, this is the proof. あと、まあ、生活していく上で、まあ、もちろん授業があって、まあ、寝床があって、あと、まあ、もう一つ大事なのが、まあ、食事だと思うんだけど、食事もなんか、なんかウェブサイト見てても、ね、食事美味しそうな感じがしたんだけど、まあ、実際来てみて、なんかすごく美味しいし、もうちょっと日本食少ないのかなと思ったけど、結構ここ、ね、日本食が多いから、それもなんかすごく良かった、結構美味しい。もう少し発展してないのかなと思ったんだけど、来てみてびっくりしたけど、まあ、もちろん店の数は日本に比べたら少ないけど、もう必要なお店はなんか必ず1軒ずつはあるから、まあ本当欲しいものは全部買えるし、洋服にしてもで、レストランもたくさんあるし、まあ、来て知ったんだけど、このアンヘレスって街はなんかフィリピンの中でも結構食文化の街みたいで、あのフィリピン料理だけじゃなくてね、ヨーロピアン料理とかもちろん日本料理屋さんもあるし、まあ美味しい韓国料理もたくさんあるし、そういう意味じゃ全然飽きないし、まあ、好きな店は何回も行ったりもしてるし、だすごくめちゃくちゃ、もしかしたら日本よりも生活しやすいかなって勘違いするぐらい、特に自分にとってはすごく、すごく合った街だなって。あとやっぱここは、まあ、本当たまたま自分がゴルフ好きだからあれだけど、結構ゴルフ好きな人にはすごくいいかもしれない。たくさんゴルフ場もあるし、結構いいゴルフ場もあるし、まあ、値段はもちろん日本より安いし、そういった意味でも土日も結構いろいろ遊ぶっていうか、まあ、レジャーできることがあるからすごくいいかなって。まあ、来ちゃえばもうすごい簡単に、まあ、環境もそうにしてくれるのかもしれないけど、なんかすごく勉強しやすいし、まあ僕みたいな中年でもなんかまだまだできるかなっていうのは、まあ、すごく実感できたし、なんか英語勉強するだけじゃなくて、なんか久々になんか学生に戻っての気分になったから、なんかいろんな意味でなんかマインドリセットできたっていうか、なんか発想全て含めてなんか積極的になんか、変われて、またこれからちょっと頑張れるかなみたいな気分にもなったかな。一夜かねてに来て良かったですか？それはもうめっちゃ良かったですまあこれもなんか何かの縁かもしれないし、本当になんか忘れられないなんか人生のなんか一部分だった。もうみんなスタッフもね、本当すごく優しいし、本当来てよかった。